はようございます。10月26日はい、裏弁補填しめじ、遅めに出てるからまあしっかりはしてるけど一歩遅かったって感じだ一歩遅かったな。こっちはうん、こっちもスカスカだ。あ、でも行きますね。うん、折れちゃってるけどね。裏弁補填しめじ、裏弁補填しめじ、ゲットゲットなんですか裏面を手締めし、息が切れる。シケット。人が来た。人はね、逃げよう。急いで。人形だけ。おお、なんだこれ、岸田風船か。岸田風船だけちょっと遅めに出ますね。岸田風船だけは、人が近づいてくるかね。岸田風船だけ、はい、綺麗ですね。裏は黄色。あ、これは食べられちゃってる。あ、折れちゃった。ゲット。ああ。そんなに取れねえね。だけど、うん、去年も今年もハズレだね、この部屋ね。ああ、そうですか。去年も今年もハズレ。ああ。なるほど。そこに何かあったん？キヒダ風船竹。あ、紫色の風船だけね。はい。視聴者さんだったとは。視聴だね。え？視聴だよ。え？視聴者さん。見てもらってるんですよね、動画。そうそうそう。ああ、ありがとうございます。旦那の動画見てるもんね、よく。ああ。だからね、結構、ばったり会うっすよ、山で。あ、そうですよね。うん。旦那の動画見てんだよ。あらら、ありがとうございます。網竹終わってる。いやー、やれる、逃げそびれた。よし、網竹ゲット、網竹ゲット。すごいぬめりが。アミタケゲーっと。あれ？え？栗風船だけまだ出てる。一本だけ。なんじゃ。え？巨大持たせ。でかい。視聴者さんたちは、どうしたんだか。ねえ、これ目につかなかったのかな。でかくない？奈良竹ゲット。すげえ崩れてるけど。もう場所移動。無駄に歩かない。疲れるんで。移動しちゃったが早い。うん。ああ、登るか。登るぞ。尾根まで。頑張るぞ。しゃあねえな、もう登るっきゃない。よし、行くぞ。あれ、一昨年だよね。うん、一昨年の尾根到着して、裏弁補填しめじあんまりないな。
だってほら一昨年取った場所違う毒キノコ生えちゃってるしね。どうなってんだ。ああ、いや疲れた。ちょっとね下で山の地主さん待ってるんでまた。まあ適当に切り上げて降りましょう。もうダメだ今日は。やっぱりおめえの一本しっかりしてんだよな。ゲット、ラベニホテイシメジゲット。うん、あ疲れた。よいしょ。こっちはどう。これもだ。ラベニホテイシメジゲット。なんかちょっと早すぎた気、来週かもしれないね。うん、ただ来週来るかわかんないけど。ニセマンジュウガサ、ちょっと早いね。早かったね来るのが。ニセマンジュウガサゲット。ちっちゃいけどね。うん、あんまり来たくないんで取っちゃう。もうはいゲット。来たくないとか言って。ちょっとね、クマがいたんで、降りよう。うん。すげえや。あっちでガサガサやってるわ。うん。で、ちょっと途中、寝れな。どうだろう。うん。よいしょ。よいしょ。あー、ずるっといっちゃったよ。どうだい。うん、よいしょ。ないな。下にはないんだよな確か。こんなんばっかりだ。ないよな、あんまり下行ってもないんだよな。ここは尾根にあるから。下行ってもねえな。木田風船竹ね。ちっちゃいけど取ります。もう来るか分かんないんでここは。去年も来なかったですからね。で一回取った場所を覚えとくとねいいですよね、キノコって。よし、ゲット。キヒダ風船竹ゲット。よし、これもね、腰筋。キヒダ風船竹ゲット。腰筋ですね。もう一丁、もう一丁ね。キヒダ風船竹。キヒダが黄色いんだよね。まあこの段階じゃ全然わかんないけど、うん、料金なんでね。キヒダ風船竹ゲット。またまたありました、キヒダ風船竹ね。あれ、これダメ。あー、終わっちゃってるよ。やっちまってるよ。でかい、これは。あぶね、あぶね、落ちる、落ちる。まあいいや、落ちながら取る。あぶね。おい、裏黄色。はい、キヒダ、キ
黄色い火だね。木田風船竹、うん、表面紫色。危なかった今、ちょっとぶら下がってる状態今。びっくりね。もう終了ね今日。、うん、短いけど。よし降りよう。地主さん待ってる下で。あった、裏目に固定しめじ。これはいいぞ。お袖の裏目に固定しめじはやっぱりしっかりしてますね。涼しくなってから出た方がしっかりしてるな。うん、ね、暑い地域だからなるべく遅くに出るといいみたいですね。しっかりしてて。はい、畑しめじおまけだよね、おまけで。こんだけ畑しめじね。はいはい、終了。はい、お疲れ様でした。もうこんなもんでいいんじゃない。もうねえ、裏部の補填しめじは終わりでしょう。で今日も遅めにね、木飛騨風船竹出るんで今年も取れました。うん、意外と好きなキノコです、風船竹。で、二世まんじゅう傘ね、分かりづらいですけどね。うん、栗風船竹、こんなんも。うん、で、網竹で、奈良竹でかい。で、人形竹ね。まだある。はい、終わり。あ、畑しめじもう終了でしょ。あ、短いね今日は。はい、じゃあこんな感じで。はい、お疲れ様でした。あ、疲れた。いいね。